はい、ということで今日も京都でやってまいりました羽村駅です。今日は蔵などの聖地を回っていこうと思うんですけども、今ですよ何年前だ、20年ぐらい経ってるぞお前。大勢くんのがまずここの駅が、はい、まあみんながよく使ってる駅なのと、こっちの方に行くと公園がありますので、その2箇所をとりあえず行きたいと思います。羽村の空、羽村のタクシー、羽村の英語、羽村にいる私たち。駅の前の通りのところが砂原の将来を心配した妹のために、僕も大丈夫なんだぞっていう、こんなしっかりとした彼女がいるんだっていうことを見せるために彼女を作ってやろうっていうことでね、無償でやってもらうっていうのがおこがましかったんだって言って、お金を払えって言ってバイトという形で彼女を探そうって言って、あれは岡崎が悪いあいつの提案が良くない、それに一回乗っかる砂原も良くない、乗っかる前に気づくだろう。普通だったらさ、嫌だってさ、やらないでしょ。でもやるんだもん砂原まずだから条件としてね、誰にも言わないからって、学校とかみんなにも言わないからと、みんなやってるという意識を植え付けるために、大丈夫だよみんなやってるよっていうことあの女子生徒めっちゃ困る。ちょうどここですよ、ここの通りのところで砂原が大丈夫みんなやってるんだからさって言って追っかけ回してたのがこんな高でダメだよ。すぐね渡った先にあるバス停のところが、りょうちゃんときょうと3人でゲーセンに行って占いをやって、その後またこっちに来て2人でりょうちゃんと話してて、やっぱ占いは当たらない方がいいと思います、占いがね当たっちゃったらもう未来が一つしかないみたいじゃないですかっていう話をしてたところで、いいやお話好きだけどそういう視点がある、うん、いつも占いばっかやってるけどそういう考えをしてるんだなっていう。であっちの駅前のエスカレーターの前も、まああの妹を最後ね見送りに来ててね、ただこっちのね商店街があったであろう問題はここですよ、この多くだね、もう何のこっちゃわからないこの後はねそのまま近くにある公園に行きたいと思います。はい、ということで10分ぐらい歩いてやってまいりました。こちら亀の子児童公園が、まあ、作中よく出てきてる公園ですね、このトイレがね、分かりやすいね、篠原が早苗さんとデートするって言って、大量の空き缶足元空き缶だらけにして何やってんだこいつ、こんなに待っててくれたんですねっていうのそうはならんやろ、すっごい考え方こんなとこで野球できるかい、あの縦のないんじゃないと無理や、周りもろ住宅地やぞそりゃガラスも割れるよあれ、まあ、前の通りのとこで、まあ、この辺が古川パンがあったんだろうなっていう、毎日あんな騒いでたらねそりゃ近所でも話題になるよ私のパンはサプライズを楽しむためのものだったんですね俺は高槻が作ろうとするときに止めろよ、もう分かってんだから。レインボーパンとかひどかっただな、何あれ玉虫みたいな色したあのパン、どうやって作ったんだジャムも作ってきた、あれでみんな食って倒れて、結果ともやがあれ怠慢することになったんだから、あれのパンのせいでだってひどいぞあれ。めいちゃんのね回避の仕方がすごい、とても美味しそうなパンでしたで美味しかったとは言わない、うまい回避の仕方があるもんだなという。まあここでね篠原とかがデートの練習をしてましたよっていうので、なんで同級生のお母さんとデートするなよ、篠原はお姉さんだと思ってるから、なぎさも複雑な心境だ、ちょっと女子高生みたいな格好してきついよお母さんがあの格好してたら、すっげえいい匂いがするんだけどいちいち報告しに来るなよ。この後はじゃあ一回駅に戻って場所をちょっと移動しますんでね。はい、ということでね移動してやってまいりました、箱根ヶ崎駅です。上の方だね、しばらく歩いていった先にあるここの池と、でこっちからビューっていったビューパークだね、ここの坂のところが学校に行く途中のね桜並木ですよ、ともよちゃんがね残そうとしてたこの辺にある神社も聖地になってるので、とにかくこの3点を言っとこうかなと。この神社が鬼門です、あまりの気温に諦めるかもしれない。ここが例のね聖地ですよ、あの風子の中では海内ともや予定の順番で間に入り込んだ海洋生物の間にともやがね好感度で割り込んできたから海内ともや人でっていう、あいつの好きの基準がよく分かる、人ではよっぽど好きなんだろうなっていう渚とも言い合いしてたから、団子大家族には歌があります、団子
団子人でいいだってそれくらいできます。人で人でそれパクってはあの二人に話しちゃったらもうラチが開かない。あんなしょうもない争いがあるかどうかここのね消防署のとこだね。ここを左に曲がった先が桜並木の坂があるんだけども、この上に学校があるっていう体だね。その前に先に奥の神社に行って戻ってきた時にこの坂を最後に寄りたいっていうのと、でこっちを食事どころポテト、ここが篠原がねデートで連れてきてたセンスのなさあいつのデートのプランとんでもないからね。男友達と行くなのに格好だけあの結婚式じゃないんだから。アニメの方ではね、うん、名前がバレーショーってなっててね、じゃがいもつながりでポテトでね来てるんだろうね。この消防署のところがあの智也が家庭訪問から逃げ出してきた時にここでね、だからそこで渚が怒ってたんだね。でちょうどこっちのほら坂がね蔵などといったらこの景色だけでもあってここの上に学校があるっていうね設定で、春に来いよ何故夏灼熱の時期に何故とりあえずね神社に向かいましょう。ようやっとねやってまいりましたよ。こちらの神社が琴美ちゃんとの帰りにねちょろっと映ってた場所で、渚ちゃんじゃありませんか。不思議な子、何この子、どういうキャラ、ひどいあの子も。ここでだから今日はね智也くんが来てくれてよかったっていう話をしててね、昔のねお誕生日会の時はね智也が来なかったからね、まあ子供だからしょうがないっちゃしょうがないけど、なんであいつ忘れてんだ本当昔会ってたこと、あんな出来事はそうそう忘れてるはい、ということでね戻ってまいりました。こちらの坂が蔵などといえばということで有名な桜並木の坂ですよ。坂を登る手前のここの通りとかもよくね通学路としてちょくちょく出てるんですけども、うん、岡崎と篠原が喧嘩してその次の日ボコボコの顔で2人がここで顔合わせしてバッハ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 ッみたいな、はいはいはい、笑ってたね。一番最初初めて会った時と同じ感じでね、お互いボコボコの顔を見て、あの回もな意味わかんない、お兄ちゃんをサッカー部に戻してあげてくださいみたいな、で玉拾いしてね、で終わってから戻してくれみたいな、いやそんなのは無理だなみたいな、お前らみたいな、いや違うそんなやつらやんあいつらちゃんとした約束を取り付けてたわけでもないし、あれそりゃ戻してもらえないよあれ、お前ら約束と違うぞみたいな感じになってたけどさ、違う違うそういうやつらだから、メイちゃんのお願いをねそりゃそうだよ。だって明確に向こうもさ、じゃあ玉拾いやって根性見せたらあいつを戻してやってもいいぞって言ったわけでもないし、だってこっちが勝手にそうして玉拾いしただけだもん。アンパン、この学校は好きですか。こんにちは、こんばんは、伊藤です。楽しいことはこれから始まりますよ、中道です。はい、ということで今日も京都で聖地を回ってきたわけなんですけども、蔵などはね聖地が点々としているっていうのと、うん、この場所もねあの東京の八王子と埼玉の飯能のちょうど間ぐらいにあるんでちょっとアクセスが悪いんで、まあ、来るときはちゃんと計画を立てて来るようにしてください。で蔵など自体もね、うん、結構今見返しても感動できる作品になってますので、一度見たことがある方もぜひ見直してみてください。ということでここまでお届けいたしましたのは、はい、私中道とヨウでした。それではまた次回です。アンパン、それと便座カバー。通学路の坂を登った先がね、うん、学校っていう風になってるわけなんですけども、ここはでもビューパークっていう競技場があるみたいですね、うん、あ、サッカーとかがあんのか。篠原じゃん、篠原じゃんサッカー部に戻してあげてください。あ、でも使ってないの、うん、ここはまた違うのか。ここは駐車場になってるから、あのサッカー部のやつらがそんな誠実なやつらに見えますかっていう話だね。でもそれでもサッカー部にサッカーやってほしかったんでしょ。わかるやろあれ、お前らそりゃそうやろ、そんなやつらでしょうが。そんなやつらだったけどね、あんなやつらとサッカーしたくない戻りたくないよ別に。できればな、あの桜並木があるんだからな、春に来た方がいいね。写真とか撮りたい人はね、平日とかの空いてる日に、うん、そうだね、なんか球技がやってない日に来た方がいいかもしれない。この坂がなかなかな、これ毎日通うのちょっと嫌だな、うん、今日がねいつもスクーターで通ってたけど、ね、危ないみたいな、ろくでなしブルースか、あいつ。あんなやつに免許持たせちゃダメよ、岡崎だったらいいかっていう問題じゃないよあれ。ある日でもね、キョンがなかなかしんどそうに登ってるからね、冬の日ストーブ買ってこさせて電気屋まで取り行かせて、この後学校持って帰っていいいくらなんでもキョンがかわいそうだよあれ。あの映画撮ってる時はさすがに腹立ったねあれね、わがまま放題ほんと。
はい、おまけということでやってまいりました。こちらが武蔵小杉と田園調布の間にあります沼部駅という場所なんですけども、駅を出てすぐ曲がった場所にあるこちらの交差点がみんなの通学路となっています。この場所は学校帰りのシーンなんかでちょくちょく出てきてますけども、改めてこうやってみるとふーちゃんちっちゃいな。はい、そして先ほどの交差点をそのまままっすぐやってきました。こちらの桜坂がオープニングであったり作中ちょくちょく出てきているのと、その先にある橋がミサイさんの話で出てきていた場所です。こちらがミサエさん橋ですね。ミサエさんが好きな五十嵐くんにはもう彼女がいてっていう、だいぶ辛かったなあれ。はい、ということで駅前の交差点と桜坂2カ所を回ってきたわけなんですけども、他の聖地と比べてこちらは都心から近くて来やすいと思うので、気になった方はぜひ寄ってみてください。結構そのままの感じで残ってるので、今来てみても十分わかると思います。ということで以上おまけでした。アンパン死ぬぞ、こんな気温で。ちょっと暑すぎるな、はい、体感確実に35度は超えてるぞこれ。しんどすぎる、外出歩いちゃダメだよこんなの。これから行く池は風光の会のね、寄ってたやつだね。商店街のとこでお誕生日セットみたいなのを仕上げて、その後寄ってたらしいです。あんなの欲しいか、まあ、子供やからな。でもちゃんとその後さ、この風光の会が終わった後もちょくちょく風ちゃん出てきてたけど、うん、その時ちょっとあれちゃんとつけてるから、あの子がいたからこそね、後半持ったと言っても過言ではない。風ちゃんが出てこなかったらもう、まあ歌ってしょうがない、ね、東京特許許可局途中名古屋になってましたそんな髪型するか牛尾と最初に出会った起きてからもね、うん、遊びに来てたからね、匂いを覚えましたって言って、今度から近くにいたら見つけられますって言ってて、うん、本当に最終回ちゃんと見つけてた。見つけたよね。宇宙人みたいな奥さんだったんですか近所でも平均的な地球人だってよく言われますどんな近所だ。あの後の牛尾にさ、お母さんはどんな人でしたかって言った時のあれずるいよ、急に泣き虫で、でも頑張って牛尾を産んでくれて、うん、お父さんのすごく大好きだった人、急にあんなおちょけてたのに急にそんなんされたらもう俺だってクラダの一番最初に泣いた回がフーコだもん。フーコの話かな、もっと早く終わるイメージだったけども、うん、思ったより10話ぐらい続いたからね。けったー、みんな忘れてる。最後でもみんなでね、あれよねっつって人でよかったってなって学校でね、ともやとなぎさとね3人でお祝いしてたんだった。あ、もうあれ号泣です。もうあの笑顔がつらい、絶対この2人忘れるやんと思った。クラナドがやってたのがね、東映アニメーションと京アニともに2007年からということで、まあ、15年ぐらい前だな2種類あるからね、京アニバージョンと東映バージョンで、東映バージョンがすこぶる評判が悪い、気をつけてみてもらえない。なんだそれは。はっきり言うけど東映バージョン見ない方が前半キャプテン翼とかエースの狙いみたいな、スポコンみたいな、後半は仮殺みたいな、なんじゃこれはと思ったもん。あのお父さんがね、夢を叶えの渚っていうシーンはもうなくなって、トモヤが屋上で励ますっていう、それを下からパンしてキャプテン翼の音楽みたいなものが流れて、それに感化されて渚もはい、わかりました、また自分やります、よし、その日行くぞ、はいって嘘みたいな話、芝居見せるじゃん。それを見て初めてトモヤが俺の夢と同じだ。ふざけんなよ、そんなわけないやん。もっと事前に散りばめておけよ。トモヤがね、渚が亡くなったから荒れてんだよ、うん、それをトモヤのお父さんが叱るのよ私と同じじゃないか、まあ思い詰めて周りの人みんなに後押しされて行った先で、うん、おばあちゃんから話を聞いて自分で気づいて改心するからいいんでしょ。成長して初めてお父さんの気持ちが分かって、そういうの描けないから映画にしたくなお父さん言っちゃうんだよ今のお前私と同じだか超つまんないじゃねえかめっちゃつまんないんだから腹立つんだあの時の友也。いや、しょうがないしょうがないって、まあ渚が死んじゃってそうなったのは分かるけども、でも渚とね残したその牛尾がいるのに、なんであいつは5年経っちゃった、5年も経っちゃったと思って、牛尾初めて見た時渚そっくりだ、かわいいそっくり。そうなると絶対渚がよぎるよきついよ一緒にいたら。でもなんだ、あんな子供がさ、トイレってさ、いや行ってこいみたいな、いや一人でできたって、そんなんいちいち言ってこなくていい
から俺だって一人でできるぞじゃあ何もあんな岡崎お前あの頃はまだね父親の自覚がないからね普段ねだからアッキーとかがね毎回褒めてくれてたんだろうね、うん、だっこの神社遠いあいつらの下校ルートがよくわからんマジで点々としてるからね、まあ、子供ちゃんの家はこっちなんだろうね一昨日はウサギを見たわ昨日は鹿今日はあなた本当にああいう小説があってねそのとこのワードがね本を読んでる琴美ちゃんらしいでその小説もねタイムトラベル的なやつで時間とは一体不可逆的なものであってみたいなどうあっても変わらないものがあるから出会う人は出会うしみたいなアッキーが渚のことを病院が立つ前のあそこに連れてってであの時に多分渚が町と同化してだから町が元気がなくなったり冬になったりとかね木が枯れたりすると渚が体調崩してでその後それが多分牛尾に引き継がれてで牛尾も町が元気がなくなって変わっていくと体調崩して町が人を愛し人が町を愛しっていうので町の人たちの願いを叶えて貯めておいた光のオーブで最後ね願いを一つだけ叶えてくれるっていうのでトモヤが父親をやった時に出たよね、はい、あの時も最後ねトモヤが泣いた時ねトモヤくんって言わなかったからねトモヤって言ってね急にはぁあの光でじーっとね後ろだけがずっと見てる、うん、あれでも最初さトモヤも見えてなかったトモヤも見えてた、ね、見えてたよねで大人になって見えなくなってで後ろが見えるようになって、うん、トモヤが助けた人の光のオーブが見えてて、うん、あの時は多分後ろが二人の関係をねこんなアニメだけで分かんないだから後ろから見てっていう。ああ、なるほどね。最終回のね、あれはもう、ハッピーエンドで本当よかったよ。よかった。危ないとこだよ、本当に。冗談じゃないよ。後ろが死んでも。後ろが倒れた時はもう、なあ、もうそんなとこまで。ちゃんとようやくパパになってきたのに。こんなのってあるかって。後ろが倒れて、また旅行行きたいって。いや、もう、絶対助からない。今じゃないとダメなので。タイムリミットやないかい。雪で倒れてねもう着いたって言ってまあまあダメだやめてくれってなるからもうずっと泣いてたよ最後みんなちゃんと生きててねフーコの漫才最終回のフーコの漫才お姉ちゃんとも話が通じないじゃん無理よネタ1本分くらいフル尺でねえあたいもう十分大人なんだよっていう18話がね伝説になってるからね大切なものに気づいたというその前にさ吉野さんに教えてもらってたじゃん吉野さんの昔話でもともとこの人のために音楽を始めたんだけども期待されるようになって人のために作るようになってから曲が書けなくなっていろいろあって戻ってきた時にまだ音楽は続けてるんですかって言われて他の誰でもないこの人のために続けるべきだったっていうのが岡崎ってお前は大切なものを見失うなよちゃんとその後ねそれが生きてくるという大切なものが身近にいるんだから見失っちゃいかんのよあれは子供たちこれが今の私が野球で歩きながら打った子供たちをおー痛い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 